それなりの名手と言われた藤井選手のキレの良い背負いをご覧ください。だんだん尻上がる調子に乗ってきましたね。藤井選手の背負いは一点膝がつきそうなんですけど、引き出せるように藤井選手の足にスッと乗ってきます。引き出せるんですね。そして体の浴びせるんです。私たちは藤井選手の内股をしておりました。で、振り子があります。振り子があるんですけど、振り子がありまして、レベルが高いので、体が小さかったので、内股ではどうしてもレベルがないので、背負い投げをしろと言われました。それで始めました。で、レベルを示したんですけれども、一番上がりましたが、一つやっぱり一つの実験的になりました。で、自分の背負い投げが上がると、一年となりました。後ろと前でコンビネーション、こういうような連絡技が非常に必要になってきます。